ればいいんだもんね。ちょっと伝令使おう。1イニング投手の調子ダイアップ。カサ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 。よし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 。捨てていいってわけじゃねえからね、池内お前。いい加減にしろよお前。オッケー。カツ入ったか。これと守備にすごく気合い入れます。カサ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 。お前らこれで負けたらどうなるか分かってんだろうな。おい、いや全部伝令入れるわ。スタミナもすごい上げよう。こそ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 、もうスタミナ上げろよ。上げ方わかんないんだけどね。上げ方わかんないんだけど、こそ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 。なんかふわふわしてる感じするね、みんな。しまってけ。こそ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 。ちゃんと伝えるわ。まだなんか俺ら2回しかヒット打ってないんだって。今ので気合入ったか、大丈夫か。こそ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 。よーし。なんか監督高橋にだけ甘いよな。なんか言ったか。こそ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 。はい、わかりました。高橋ってサングラスはめてるはずだよな。まだ分かってないから、うん、子供たちもまだ分かってないから。サングラスしてるやつとしてないやつな、あれ分かってないから。うん、まずいでやんすね。じゃ、池内行こう。行こう。よし、よし。伝令って推薦もらえますかね。もらえるわけねえだろ、池内。スタミナ行こう。ゴー。やっぱ3年いなくなってやりやすくなったよな。し、完璧。よし、おお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 。おー、来年の1年来たらいびろうぜ。嫌なやつだな、こいつらな。うん、性格悪いけど野球面だよ。こそこそこそ。いや、ここ気合い入れないとダメだわ。似てるでしょ。監督のモノマネしてくれてるわ。ああ、いや、これ投手の調子もアップさせるか。ああ、いや、これ投手の調子もアップさせるか。練習してたんだ。ああ、さすが。やっぱ緊迫感伝わるもんね。こそ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 。マウンドに選手が、ごめん、点取られてごめん。はい、し、こそこそ、いける。なんか好きかって言ってさ、アウトになったら黙るよな、リスナーって。こそ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 。でさ、間違ったこと言ってさ、なんか一定時間経ったらまたコメし始めるんだよな。なんか3年生仕上がってないっすね。嫌なこと言う1年だぜ、池内。桜島、今日2回目の伝令を送ります。さあ、監督はどんなこと。頑張れ。桜島、最後の伝令を送ります。肩鍛えててよかったねー。桜島、ここで伝令を送りました。魔物だったよな。いや、池内がいける。こそこそ。俺ら頑張ってるな。なあ、だよな。頑張ってるよ、お前らは。バレないようにな。みんな、ゲッツーでお願いします。バレてない、まだバレてないよ。ゲッツー狙ってることバレてないよ。桜島、伝令が走ります。ごめん、なんか気づいたら100球以上も投げててさ、いてててて。桜島、今日2回目の伝令を送ります。マウンドに選手たちが集まって。頑張れよ。次はちょっと静かにな。次はちょっとバレないようにしてくれよ。桜島、最後の伝令を送ります。さあ、ゲッツーだってー。バレた。ショートに打たれたら終わるらしいよ。監督のメッセージが選手に伝わります。もう出てきません。もう伝令のボケ出てきません。もうずっと、もうこれ1週間ぐらいやってるから、もう出てこない。桜島、ここで伝令を送りました。さあ、
もうさ、もうやめようよ、伝令のボケすんの。よく言ってくれた、ありがとう。静かにな、オッケー。あのみんな、あの2塁で取って1塁で取るやつ、バレてないか。俺は秘密兵器だから今日は出ないらしい。高橋、その通りだ。ゲッツーでお願いします。テンション上げていきましょう。テンション、テンション。あのさ、なんかさ、ここでさ、これ秋田君捨ての方向でお願いします。あー、これやっぱ捨てだね。ちょ、守備気合入れよ。ちょ、捨てるんだけど、守備気合入れましょう。これ無理でしょ、これ無理じゃない。諦めんなよ。こそ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 、俺これが終わったらマネージャーに告ろうと思ってんだ。え、伝令のお前が、え、伝令のお前が、こそ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 、これが終わったらマネージャーに告ろうと思ってんだ。え、さっきのやつも言ってたよ。やばい、かぶるよ、かぶるよ。よし、安永が来たらみんな顔に出せないようにしよう。いい伝令、終わった後のミーティングで言った方がいいけどな。守備に気合入れよう。大山が来るまで俺らで頑張ろう。大山が来たらみんな多分変わると思う。守備に気合入れよう。これも抑えて早く帰ろって言ってるよ。行きましょう。今年は甲子園行きますよ。グラさんの僕が言ってもダメですかね。いや、いいよ。もう僕伝令やめたいです。黙れお前、何言ってんのこいつは。俺1回戦だけ出てさ、もうあとベンチってあんの。3年なのにな、斎藤な。87キロっつった。ああ、まあじゃあ言った、あー多分言ったと思う。うん、じゃあ言った。これでいい。うん、キロって言う。俺はね、間違える。うん、キロって言ったって、監督間違えたって、ごめんって。うん、ごめん。うん、まあ、いや VAR しない。うん、いや、これ守備気合入れよう。来年も伝令だったらやめます。なんかじゃあやっぱ伝令側がちょっとも文句言ってきたな。もう広沢選手切られたみたいです。うん、切りました、監督が。もう監督が切りましたもん。こそ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 、もう広沢一塁から動くなって言ってます。かわいそう、気合が上げれば。オッケー、あのね、やめようって言ったのになんで誰も止めてくんないの。伝令は黙ってる今。ごめん、魔物持ってこなくて。本当だよお前、お前から魔物取ったら何が残んだよお前バーカ。とりあえず守備にものすごい気合いよ。ゲッツーって、あのに、あのツーアウト取るやつ。スタミナ上げとこう。確かにもともとの調子いいもんね。うん、スタミナ上げろって言ってた監督が。どうやって上げないんだろうね。上げまして、そこそこそこそ、今日もね、実は魔物持ってきてないの。持ってこいよお前、何やってんだこいつ。横山に守備を。なんか横山だけは出したくないってミーティングで言ってたよね。言ったよ横山、お前だけは出したくない。守備にすごく気合入れよ。あのツーアウトを取るやつなんだったっけ、名前忘れちゃった。さすが伝令、さすが伝令。
そうだよ、夢に見た景色歩いてこう、他の誰じゃない、未来へよ。